どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて今回はですね、高節栽培の基礎知識、いちごの高節栽培とはということをですね、皆さんにご説明したいと思います。はい、今回もですね、この動画を見る前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、そもそもね、いちごの栽培方法なんですけれども、細かい話をすると、いろんな栽培方法があるんですけれども、大きく分けたら高節栽培、それから土耕栽培というふうにね、分かれます。でこの2種類のね、栽培方法、どんなものなのかちょっと紹介します。はい、まずこちらがですね、土耕栽培と言われているものです。でこの栽培方法がもともとね、日本の一番最初のイチゴの栽培方法でした。こんな感じに普通にね、地面に畝を立てて、そこにイチゴを植えて、収穫をすると、そういうやり方がね、ありました。でそこからもうちょっと経つと石垣栽培といって、石垣をね、作ってその隙間にイチゴの苗を植えるっていう栽培とかも始まってきました。はい、でこのね、土耕栽培についても軽く説明しておくと、普通のね、ビニールハウスの中に、通路と畝を作ります。でこの畝をね、しっかり高く立てるというのが重要で、これがね、あんまり崩れてしまうと良くないです。はい、でこのね、畝を作る理由なんですけれども、まず一番はやっぱり排水性を良くするっていうことですね。でそれから通路を作ることで、作業性もね、良くしています。はい、こんな感じにですね、いちごの土耕栽培というのが日本中でされています。でそれに対してね、高節栽培ってどういうものなのかというと、はい、こんな感じのものがですね、高節栽培と言われているものです。だいたいね、人間の胸の高さぐらいの高さでいちごを栽培するやり方、それをね、全て全体ひっくるめて、高節栽培というふうに呼ばれています。でこの高節栽培のやり方はですね、日本の国の機関も研究してますし、それから県の機関も研究してますし、市町村レベルでやってるところもありますし、それから民間のいろんなね、企業も研究してます。それから大学もですね、こういう研究をしてます。なのでそれをね、研究をして商品化して販売みたいなことをね、やってます。でこの高節栽培については、もう本当にいろんなやり方があるので、ちょっとね、写真でご紹介していきたいと思います。この今ね、見せているのは確かどこかの県のね、研究機関に私がお邪魔した時に撮影した写真だったと思います。はい、じゃあ次、これはあれですね、農家の方ですね。冬のいちごの商業的な、農家の方の、いちご農園です。はい、これは夏いちごですね。夏場にいちごを育てている方の、いちご農園の写真。はい、それからこちらはですね、この形を見ただけでどういうメーカーかも分かる人もいると思うんですけれども、あるメーカーのが出している、いちごの高節ベンチですね。いちごの高節ベンチと言っているんですけれども、胸の高さにあればいいので、ここに入れている容器というのは様々なものがあります。例えば発泡スチロールの箱であったりとか、プラスチック製のプランターであったりとか、あとはシートですね、シート式のものであったりとか、あと袋栽培ですね、袋を乗っけているだけであったりとか、本当にね、いろんなものがあります。例えばトタン板を曲げてでやってる方もいますよね。はい、で、そのシートの種類にもいろんな種類がありますし、それから発泡スチロールのプランターの大きさ、形状にもいろんな種類がありますし、それからプランターのね、形にもいろんな種類があります。例えば今ね、写真で見せているものは、底がですね、三角形になっていて、非常に培地の量が少ないと、そういうのが特徴の、プランターです。はい、それからこちらはですね、D トレイという栽培システムですね。D トレイはもともとはトマトの栽培に使われていたものなんですけれども、いちごの栽培の方にも、使われています。で D トレイはちょっとね、かなり特殊な栽培方法なので、これはまたね、D トレイ一つの動画のテーマとして話をしたいなと思うんですけれども、こういうね、非常に小さな、栽培容器での高節栽培というのもね、されています。はい、それからこれはね、袋栽培ですね。これはピートバッグと言われているものです。これは楽ちんシステムというね、香川県、岡山県、四国、中国、九州ぐらいをね、中心に広まっている栽培システムなんですけれども、そのね、袋栽培の、様子ですね。私大学院の時にこの袋栽培の研究もしていて、香川県のね、ピートバッグをいただいて、それを大学での栽培に、利用してました。非常にですね、このピートバッグもしくは袋栽培に関しては、私自身今もですね、非常に興味を持っていて、ちょっとこれからね、いろいろ袋栽培の、研究というのもね、やっていこうかなと考えてます。はい、これも冬いちごの農家の方ですね。非常にうまくなるとこんな感じにずらーっとね、綺麗にいちごが実ります。はい、それから土に関してですね、いちごの、
土耕栽培、地面で育てている場合にはもちろんね、そこの土というのを使って、そこに例えば、いろんな化学肥料であったりとか、もしくはね、堆肥のような有機質の肥料を混ぜて、そこでね、灌水チューブをつなげて水を流して栽培っていう感じなんですけれども、じゃあ降雪栽培はどうするかというと、その地面の土を使うという方もいらっしゃると思うんですけれども、そういうケースというのは、実は、稀でして、ほとんどの方が培地、まあ、もしくは培養土と呼ばれているものを使います。この動画の中では培地とか培養土ってかなり出てきているので、もう皆さんね、聞いたことがあると思うんですけれども、普通にね、家庭菜園でプランターで野菜を育てる場合って、ホームセンターとかで培地とか培養土って言われているものを買ってきて、それを使いますよね。なので、イチゴのその商業的な高設栽培の農家の方も、実はね、同じようなものを使ってるんです。で、この培地とか培養土と呼ばれているもの、じゃあ何からできているのかというと、まあ、地面の土ではないんですね。じゃあ一体どんなものかというと、例えばピートモスと呼ばれているもの、まあ、ピートモスというのは水苔が堆積してできたもので、北欧がよく取れる場所なんですね。ノルウェー、スウェーデンとか、まあ、もしくはカナダ、日本だったら北海道でも多少ね、生産されています。で、ただそれはちょっと限りある資源なので、そのピートモスと非常に似た性質のものということで、最近注目されているのが、まあ、ココピート、もしくはヤシガラと言われているものです。で、これは何かというと、まあ、ココナッツの実がありますよね。ココナッツの実の中心部分ではなくて、その周りの外側の部分を、水につけて堆積させて、まあ、ちょっと腐らせて、それを粉砕して、まあ、乾燥させて圧縮させたものです。まあ、これをね、土代わり、まあ、ピートモスの代わりのような形で、世界中でですね、今使われています。まあ、他にも、赤玉土ですとか、鹿沼土ですとか、まあ、軽石ですとか、まあ、いろんなね、材料があるんですよ。まあ、もみ殻ですとか、なんかもう本当にいろんな材料があるので、そういうものを1種類だけで栽培されている方もいますし、2種類混ぜる方もいらっしゃいますし、もう3種類、4種類、5種類をミックスして使われている方もいます。で、農家の方が自分のね、オリジナルブレンドの培地を作っているということもありますし、もしくはね、普通のその農業資材のメーカーが、作った既存の培養土を購入して使っていると、まあ、そういう方もね、いらっしゃいます。はい、ちょうどね、私大学院時代はこの培地の一体どの、メーカーのどの商品が一番イチゴの生育が良くなるのかっていうね、そういう比較の実験とかもやってました。はい、それからですね、ちょっとこのベンチの形式なんですけれども、一般的に降雪ベンチというと、まあ、胸の高さに1段だけあるものなんですけれども、実はね、他にもいろんなバリエーションがあります。例えばこの写真で示しているものは、2段ベンチと言われているもので、胸よりもちょっと低い位置に1段があって、頭と同じか頭よりちょっと高いぐらいの位置にもう2段目があるということで、1列に2段のベンチがあるということで、まあ、2段ベンチとか、まあ、2列ベンチっていうようなね、言い方をされてます。で、他にもこう2列のベンチが隣同士に合わさっていて、2列が本当このまままっすぐ2列で1本っていうね、まあ、そういう感じの栽培システムもあります。で、他にもこう1列の降雪ベンチの片側だけ、もしくは両側に小さいベンチをつけて、まあ、ひな壇式ってよく言われるんですけれども、まあ、こういう三角形になるようなね、形の、ベンチのシステムもあったりします。はい、で、他にもまあ一番多いところだと、まあ、多分三段ベンチとかも見たことがありますね。まあ、こんな感じで、いろんなね、やり方が、いろんな形の降雪ベンチというのがあります。まあ、一般的なのは一段だけのね、ものなんですけれども、今は本当にいろんなね、バリエーションがあります。で、中には天井からね、吊り下げるタイプのものだったりとか、この列がね、上下に動くもの、もしくは左右に動くもの、もう本当いろんなものがありますね。で、ここまで聞くと、日本のイチゴ栽培っていうのはもうほとんどみんな降雪栽培になったんだな、みたいな、そんな風にね、考えてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。最近ね、テレビとかで放送されるイチゴ農園も、大体もう降雪栽培っていうことが多くなりましたよね。なので、結構多くの人がもう、日本のイチゴ栽培はほとんど降雪栽培に変わったんだっていう風に思ってる方もね、いらっしゃるとは思うんですけれども、実はですね、そのシェア率というものを国の機関が調べまして、それによりますと、イチゴの降雪栽培化率というのは大体まだね 15% ぐらいというふうに言われてます。で、これ、このデータが出たのが数年前なので、今はもうちょっと上がって、まあ、15から、まあ、20の間ぐらいかなと思うんですけれども、まだね、8割ほどのイチゴの農園では土耕栽培というのが
使われてます。はい、なのでですね、日本のいちご栽培といったら高節栽培を思い浮かべる方も中にはいらっしゃると思うんですけれども、実はまだ8割ほどはですね、もうほとんど土耕栽培だと、地面で、栽培されてます。で、まだ高節栽培になってるのは、まあ、1割から2割程度というのがね、現状です。はい、でただですね、これはちょっと地域によって違いがありまして、例えば栃木県、福岡県、熊本県みたいにこう昔からイチゴの名産地として有名な場所ありますよね。今でもイチゴの生産量トップ5に入るような地域では、実はですね、その土耕栽培のシェア率が普通の全国平均よりも多いというふうに言われてます。なので高節化の率がですね、本当1割ぐらいしかないというふうに言われてます。で、逆にこう新しくイチゴの産地として目立ってきた地域、今まで昔はあんまりイチゴが作られていなかったんだけれども、最近ね、イチゴの生産量が増えてきた地域、そういう地域は逆に土耕の割合が低くて高節の割合が高い、そういうふうにね言われてます。はい、まあ、ちょっとね、家庭菜園向けではなくて、これは完全に商業的な農家の人向けの話ではあったんですけれども、まあ、家庭菜園の人にとってもこういう話はちょっと面白いんじゃないかなと思って、説明させていただきました。はい、今回の動画役に立ったと思ったらぜひいいねよろしくお願いします。それからね、今回の動画に関する質問がある人はぜひコメント欄の方に書いてください。それからこんな動画を作ってほしいみたいなね、そういうリクエストもあったらぜひお願いします。はい、これからもですね、こんな感じで農業とかいちごとかいろんなことにですね役立つ農業関係のね動画をアップしていこうと思っているので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。ではまた。